新時代は歓喜の声を持って迎えられた。あの集団暴走事件が起きるまでは、死傷者5000万人以上の被害をもたらした悲劇、全てはオーグメントされた人々の支配を目論む権力者たちの策略だった。その後、オーグは差別の対象となり嫌悪され、世界は争いに満ちた。これは虐殺だ。我々オーグを怪物と呼び、人としての権利を奪い、根絶やしにしようとしている。入り乱れる陰謀、黒幕は誰だ？なぜいつも先回りされている？吐いて捨てるほどの権力と金を持ち、手段を選ばないから。操作された偽りの進化、俺はその嘘から生まれた。だからこそ俺が全てを終わらせる。俺はインターポールの反テロ組織タスクフォースに身を置いている。内部からの反発も、テロの脅威から人々を守るという目的を前にしては小さなことだ。また俺たちを襲うんじゃないだろうな、オーグ。その時はお前からやってやるよ。そして俺のオーグメンテーションには特別な力が隠されていた。まだ知らないインプラントがあるだと。お前の体が耐えきれないほどね。おかげで潜入、戦闘、ハッキング、あらゆる能力が強化された。ただし時間は待ってくれない。拠点を置くプラハで爆破事件が発生。オーグの権利を主張するアークという組織の関与が疑われているが、そうしている間にも対立は深まり、犠牲者は増え続ける。アークは厳重に警備されている。潜入は不可能だ。任務は指導者タロスラッカーの拘束。やり方は俺に任せるとのことだ。まずはラッカーと話し、奴の言う平和的政策の真実を突き止める。奴の管理区は私兵や警備システムによって厳重に守られてはいるが、町の複雑な構造を利用した抜け道も多く存在する。力に任せて突入すれば死傷者は出るが、ラッカーの降伏を促すには有効かもしれない。武器のカスタマイズ、炸裂式ナノブレードのほか、タイタンシールドで身を守りながら押し進むことも可能だ。ゲドーメ、人々の命を何とも思わないのか。あるいは姿を潜めて潜入し、ハッキングで警備をかいくぐり、建物の脆弱性を突き、ペップスの衝撃波、テスラの電撃を使い、不要な殺戮を回避することもできる。死傷者を出さなければラッカー自ら出頭し、平和的な解決をもたらすことができるかもしれない。不本意ながら他に選択肢もない。出頭に応じよう。しかしラッカー率いるアークは氷山の一角に過ぎない。真実を突き止めるためには法をかいくぐってでも情報を集めなければならない。正しい行為に正しい結果が伴うとは限らん。外部の協力者によって新たな疑念も噴出した。もはやタスクフォース自体を信じることはできない。ミラーには注意した方がいい。まだあいつは完全に白じゃない。陰謀が満ち溢れるこの世界で信用できるのは己のみだ。仲間を助けたいにしてもただとはいかんな。よしよし問わず、自らの選択には相応の結果が伴う。警察官の給料ではやっていけないと。言動には注意した方がいいぞ。手段を選んでいる時間はない。真実を暴き出さなければ悲劇はまた繰り返される。まもなく世界中の誰もがどちら側につくか決断を迫られるだろう。果
反オーグメント運動が世界的関心となった今、プラハは大きな思惑の海に浮かぶ小さな島に過ぎない。信じる者を間違えれば真実は遠ざかるばかり。だがどれだけ闇に紛れようと、俺がこの手で暴いてみせる。たとえ相手が誰であろうと、思い通りにさせはしない。